ついにもうすぐ国民的人気ゲームの最新作が発売されるね。日本の誰もが知ってるあのモンスターをゲットして戦わせるゲームだよ。日本人なら知らない人はいないほど人気だよな。大人から子供まで幅広く愛されているぜ。とはいえ、最新作ではあるが過去のリメイク版だけどな。今の20代がプレイしたであろう作品をリメイクした形になっているね。世代だった人たちは懐かしい気持ちを覚えているんじゃないかな。あのゲームのおかげで友達を作った人も多いだろうし、ゲームって偉大だよね。ゲームだけじゃなく、アニメや映画も根強い人気を誇っているよな。この作品は親子でも楽しめる素晴らしいものだと思うぜ。この記事が動画に上がっている頃には、きっと発売されているね。そうだね。楽しみだね。さて、今回はアメリカ海軍長官が護衛艦出雲に乗艦し視察、互換性の向上を確認したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省海上自衛隊の山村博史海上幕僚長が2021年10月26日に記者会見を開き、訪日していた米海軍のデルトロ長官が神奈川県の海上自衛隊横須賀基地にて、先日米海兵隊の F-35B による初着艦試験を終えた出雲を乗船視察したことを発表したよ。護衛艦出雲は本年6月の定期点検時に飛行甲板耐熱化改修を完了し、10月5日に高知県沖の太平洋上において米海兵隊岩国基地所属の F-35B 2機が発着艦試験を実施、海上自衛隊の艦艇において固定翼機が初発着したんだ。デルトロ長官は本年8月に米海軍長官に就任したばかりで、就任後初のアジア訪問であり25日に岸防衛大臣を表敬訪問後、護衛艦出雲を視察した上で日本の海上自衛隊と米海軍、海兵隊との互換性が向上していることを確認したと発言したことを山村海上自衛隊幕僚長がアピールしたよ。デルトロ長官が10月25日に時事通信などとの電話会見に応じ、同時期に中国海軍とロシア海軍が日本を反襲する様に軍事演習を展開する威嚇的な活動を行ったことに対して、どのような形であっても、他国を脅すような活動は阻止する必要があるとした上で、中国とロシアが国際的なルールを守らない威嚇行動を制止するために日米プレゼンスを示すことが重要だとして、日本のみならずオーストラリア、フィリピンなどとの同盟強化の必要性を訴求したぜ。やっぱりアメリカは世界のリーダー的な部分があるよね。正義を通せるだけの力も、みんなをまとめるだけの力もあるし、出雲における米海兵隊の F-35B 戦闘機の発着艦試験を成功させたことを、中国メディアやウェブサイト全体で警戒感を強めており、中国人民解放軍系のウェブサイトの中国軍網の記事では、日本が航空母艦の保有に向けて大きな一歩を踏み出すと題した記事を掲載しているよ。そこには日本が戦後から今日に至るまで、太平洋戦争後の民心配慮から空母保有に踏み込むことができなかった点を指摘した上で、政策や技術面での制約を次々にクリアして今回の F-35B による、出雲への発着艦試験にこぎつけたと記載してあったんだ。出雲型護衛艦が設計段階から空母化を視野に入れていたため、今回の改修工事もスムーズに運ばれており、出雲だけでなく同型艦の鏡も改修を施すことが予定されていることから、日本が F-35B を10機以上艦載する航空母艦を2隻保有することになる上に、40機以上保有する航空隊を組織することを指摘し、この先の数年で日本の海上自衛隊が2個空母打撃群を保有することになり、東シナ海における海空作戦対応能力が大きく向上することになると報じているぜ。日本は本気になればどこまででも強くなれるんだよね。警戒されることは抑止力にもつながるから、今後ともその潜在能力を見せつけていきたいね。さらに記事の中では、今回の初着艦試験が未だに F-35B を保有していない。日本の自衛隊に対してアメリカが全面的協力したことを言及し、これまで日本が禁断としていた集団的自衛権の問題の制限を緩めたことを意味すると指摘していたよ。こうした動きがアジア太平洋地域の安全維持に大きな脅威となるとして、アメリカが日本の自衛隊に専守防衛を逸脱させ、平和憲法を遵守していない批判して国際社会はこの日米の動向に、警戒しなければならないと裏で密かに結託しているんだって。とんだ言いがかりだよ。むしろ安全維持に努めているからこその行動なんだから。これらの中国メディアの反応は、日本の軍備強化への懸念というよりは、アメリカとの絆が一層深まってしまうことを懸念しているんだよね。戦後から数年前までの日本であれば、
海上自衛隊の護衛艦に米海兵隊の戦闘機が発着艦するなど絶対にありえなかったことが、当たり前のように実現して中国の行動に対して緊密に手を取り合って対抗していることを恐れていることだと思うよ。中国軍網で掲載された記事で出雲型護衛艦においては、その設計段階から空母化を視野に入れていたとの指摘については当たっていると言えるよね。海上自衛隊の護衛艦で初めて空母のような戦通甲板を持ったのは、大隅型輸送艦で、世に生まれた意味は航空母艦の終作ではないかとの憶測がネットでも飛び交ったぜ。これに対して海事側は、陸上部隊を輸送する際に海上艦艇での、飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のヘリコプターパイロットが、安全に着艦するためのスペースを確保するためと説明していたな。だが、陸自のヘリコプターを発着艦させる際には艦艇が停止している状態であると考えられ、海上自衛隊側の説明は不足であるため、やはりこれは艦橋が、右舷側に偏った場合の送艦運用に慣れておく目的があったことが考えられるんだ。次に全通甲板を持つ護衛艦としてヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢が誕生し、ヒューガ型では大隅型以上に甲板が広げられ、外見上は空母と呼ばれてもおかしくないよ。ヒューガ型が計画された2000年代では空母保有へのアレルギーが、まだ根強く、実質上ヘリ空母と呼んでもおかしくないこの艦を、ヘリコプター搭載型護衛艦というナンセンスなネーミングだよね。ヘリコプターを艦内に設けられた収容専用エレベーターは固定翼機を運搬はできず、ヒューガ型護衛艦はヘリコプター護衛艦として認識されていたんだけど、これもまた海上自衛隊が念願の空母保有に向けた周到な準備の一端であったとする声は多いんだ。これらの全通甲板を持つ護衛艦の建造技術と送艦と運用のノウハウを習得した上での、出雲型は中国メディアが設計段階から空母化を考えていた根拠の一つとして、右舷後方にある大型のレッキサイド方式エレベーターにあり、前方の飛行甲板上のエレベーターも大型で F-35 を運搬できることになっているらしいが、出雲型設計当時の F-35B はまだ開発途上だったので、それは考えづらいな。その当時の米海軍の強襲揚陸艦ではシーハリアー戦闘機や兵員輸送用の大型ヘリコプターを運用しており、そのために大型のレッキサイドエレベーターを装備していたことから、それを参考にしたことら十分に考察され、運用の開始直前で海兵隊での採用が決まっていた、オスプレイ海兵隊使用は MV-22 の将来的な運用が視野に入っていたんだろうな。デルトロ長官は訪日後に韓国に立ち寄り、外交事例として韓国を称賛し持ち上げた上で韓国と北東アジアでの安定と繁栄はもちろん、インド洋での秩序維持のため、一層緊密に協力していくことを期待すると述べているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれてありがとう。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